ヨハンフリードリヒは、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、カレンベルク公。カレンベルク公・ゲオルクと、ヒアンナエレオノーレフォンヘッセンダルムシュタットのな何として生まれた。クリスティアン・ルートビヒ、ゲオルク・ビルヘルムの弟、デンマーク・ノルウェー王・フレデリク・サンセイヒ、ゾフィア・マーリエ、ハノー・ファー先帝公、エルンスト・アウグストの兄である。1651年、家族の中でただ一人、 ローマカトリックに改修した。1665年、時計にオルクビルヘルムからカリンベルク公領を譲られた。1666年、ヨハンフリードリヒは、ハノーファー近郊のヘレンハウゼンに、ベルサイユ宮殿を模倣令としたヘレンハウゼン宮殿を建設した。この宮殿に付属していた庭園は、ヘレンハウゼン王宮庭園として知られている。1676年、 ヨハンフリードリヒは、哲学者、ゴットフリート・ライプニッツを、古文館及び公爵家図書館の司書として雇い入れた。これがライプニッツとハノーバー家との40年にわたる、結びつきの短所となり、ライプニッツはその後のハノーバー家3代をパトロンとし、ヨーロッパ随一の鉄人の名を欲しいままにした。作曲家、アントニオ・サルトリオも1666年から1675年まで、 宮廷学士長として雇っている。1679年に死去した。去年54。カレンベルク公領は、オスナブリュック死去になっていた弟のエルンスト・アウグストが相続した。1668年、プファルツ・ジンメルン・ハク・エドゥアルトと、非、アンヌド・ゴンザーグの娘、ベネディクタ・ヘンリエッテと結婚し、間に4人の娘を設けた。ありがとうございます。